2000円紙幣は現在流通している日本銀行券の一つ。2000円札2000円券とも言われる額面2000円の紙幣であり、紙幣券面の表記は2000円である。これまでに発行された2000円紙幣は2000年より発行が開始された D 券の一種類のみであり、2021年現在も継続して発行されており、 法定通貨として有効で市中で流通している。ただし口述の事情から沖縄県内など一部地域を除くと流通量はごく近匠である。2000年4月26日の大蔵省国時第117号、平成12年7月19日から発行する日本銀行券2000円の様式を定める券で紙幣の様式が定められている。主な仕様は下記の通り。 シュレイモン、源氏物語絵巻第38条、鈴虫2番目紫式部日記絵巻第1段表面右側には、沖縄県那覇市にある、沖縄県指定有形文化財の首里城シュレイモンが描かれており、地模様として上部に、山桜と、野こんがあしらわれている。裏面には、透かし部分の空白左側に、源氏物語絵巻第38条、 鈴虫第2場面の絵図から撮られた光源氏と霊誠院が向かい合う図柄に重ねて、鈴虫の言葉書きの一部分が空白右側には紫式部日記絵巻第1段から撮られた源氏物語の作者である紫式部が藤原稔へと藤原茂ふさに抗議するためにしとみを挙げている図柄が描かれている。 表面に人物肖像が用いられなかったのは1946年から1947年にかけて発行開始された英語圏以来である。これは2000円紙幣の発行決定から第26回主要国首脳会議開催直前の発行開始予定日までの期間が1年間程度という短い期間であったことを背景として人物肖像の選定が難航し、 時間がかかることが予想され、さらに、紙幣の原版彫刻にも、相当の時間を要する、本格的な人物肖像を避け、交渉や制作にそれほど時間を要さない、建築物や絵巻物の図柄を採用したことによる、ものである。視覚障害者が触覚で犬種を識別できるようにした、識別マークについては、D1 万円券 D5000 円券 D1000 円券で採用されていた透かしによるものから変更され、紙幣の表面下端の左右に新大版印刷により、インクを盛り上げて、デコボコを感じられるようにした方式が取られている。D2000 円券には、展示の2を模した丸印が縦に3つの識別マークが施されている。また国立印刷局により、スマートフォンで禁酒の判別、読み上げができるアプリ、 ゆ吉きちくんを提供されている。スカシは、表面の図柄と同じシュレーモンだが、別の角度から見たものとなっている。さらに、シュレーモンに掲げられた変額に記された、守る霊の国の文字がスカシによる、マイクロ文字となっている。D2000 円券発行開始当時の5000円、紙幣である D5000 円券と比較すると、長辺の長さの差は1ミリメートルしかない。 これは1984年の D5 券登場時には2000円紙幣の登場を想定しておらず、寸法の余裕を持たせていなかったことによるものである。2004年から発行されている E5000 円券との長辺の長さの差は 2mm となっているが、これは2000円紙幣導入後に発行開始された E5000 円券では D2000 円券との識別性を考慮し、 D5000 円券よりも寸法が若干拡大されたためである。使用色数は表面では15色4色、地模様9色、印象1色、基板号1色、裏面では7色となっており、現在発行中の、また歴代の日本銀行券の中で最もカラフルな券面となっている。d 二千円券が発行されていた期間のうち、二千年から二千四年の、 間に、製造元が、大蔵省印刷局から、財務省印刷局になりさらに、国立印刷局に変わっているが、2000円紙幣は、大蔵省時代の2000年度と2003年度にのみ、製造されたため名盤の記載は、大蔵省印刷局製造のものしか存在しない。世界の紙幣カタログなどには、記念紙幣として扱われている場合もあるが、法律上は、 日本銀行法第46条及び第47条、並びに、日本銀行法施行令第13条の規定により発行された、高級的な通常の日本銀行券であり、記念紙幣ではない。当時の大倉省印刷局の発表によれば、源氏物語絵巻の、鈴虫の巻の言葉書きである。ただし、すべての文章が描かれているわけでなく、 デザイン上の関係で言葉書きの上半分だけが描かれており文章としては読めない。変体仮名が多用されているが本則仮名で表記した表示部分は以下の通りである。太字で表記した部分が D2000 円権利面に描かれた部分である。原文には濁点がないが以下の文には便宜上踊り字と濁点をつけることとする。 すむし十五夜の夕暮れ二仏のお前に見合わしては、七角眺めたまいつつ、年ことした、真ふ赤き山君たち二十三人花立盾祭るとて鳴らす、赤月の音水の毛は、ひなと聞こゆる様か張りたる営みに、急きあえる糸、哀れなるに、例の渡りたまいて、虫の根としげく乱る,るゆうべかなとて我も忍びて打ち、そらんじたまえる。なおこの部分の紙幣状の印刷は、 背景の人物像の上に重ねずりしたかのように見えるよう特殊な防犯彫刻が行われている。D2000 円券にはそれまでになかった画期のような偽造防止技術が多数採用されている。発行当時は副写機、イメージスキャナ、コンピュータの画像処理ソフトウェアなどの普及、高性能化を背景にこれまでになかったスキャナ、プリンターなどを使用した。 偽造権が海外で増え始めており、日本に波及することを未然に防ぐために、下記のような新たな偽造防止技術が採用されている。諸外国では新たな偽造防止技術を盛り込んだ紙幣が1990年代末期以降、次々と発行されており、加えて2002年からは最先端の偽造防止技術を多数盛り込んだユーロ紙幣が発行されることとなっていた。 このような背景から1980年代に発行開始された旧世代の紙幣の発行を続けていた日本が国際的な偽造団による標的となる恐れがあることを踏まえこれらの新技術を早期に実用化する必要性が求められていた。 この他に1993年12月1日のミニ改札後の D5 券で採用されていたマイクロ文字及び特殊発行印記も継続して採用されている。マイクロ文字は文字の大きさが従来と比べて一段と小さくなっており、特殊発行印記は表側の総裁の印及び裏側の発見局長の印象に採用されているか、 表面の地模様の一部も黄緑色に発光するようになっている。蒸気の技術の内工学的変化インクを除くすべての技術は2004年発行の e 号件にも採用されている。紙幣表面の左上と右下に印字されている基番号は同一である。しかし D2000 円券には印刷ミスにより左上の基番号の一桁目のアルファベットが J。 右下のそれが L となっているエラー紙幣、通称 JL 券が存在する。それは数万枚製造され、発覚後すぐに回収がなされたが、約9000枚が未回収であり、うち約5000枚が主に関西方面に出回ったとされる。通貨としては有効であるが、収集家の間では高値で取引されている。第26回主要国首脳会議と、 西暦2000年をきっかけとして、1999年に、当時の小渕慶三内閣総理大臣の発案によるもので、2000年7月19日に森内閣の下で発行された。なお、糸井重里は、FM 東京、サントリーサタデーウェイティングバーにて、自身が2000円紙幣の発案に関わっていると、語っている。1946年の深縁切り替え後。 初の1と5以外の単位の通貨であること。建築物が表面の種模様となるのは1946年発行の A10 円券以来で表面のデザインが人物肖像でないこと。さらにこれまでになかった最新の偽造防止技術が多数採用されていることなどにより、発行前から注目を浴びこの時点では一般大衆からの反応は比較的良好であったが、 口述のような経緯や背景から沖縄県以外では普及は進んでいない。なお、2000円紙幣の発行を企画した当時の内閣総理大臣であった小渕恵三本人は実物の発行を見届けることなく2000年5月14日に脳厚束で休止した。発行時には記号番号 A000003A 00が地図古未亡人に贈呈された。 また発行開始のきっかけとなった第26回主要国首脳会議の出席者にも若い記番号の紙幣が記念品扱いで贈呈されている。発行後には久しぶりに発行された新紙幣のもの珍しさもあって銀行の窓口に両替依頼が殺到したこともあり当初は広く一般的に利用されると予想されたものの一時的な流行を過ぎると流通 使用は低調になった。第26回主要国首脳会議と、西暦2000年をきっかけに発行されたという面が、必要以上に強調されたこともあり、記念紙幣と思い込んだ人々によって、相当の枚数が帯増されることとなった。2000年秋から翌年12月までは、異例ながら、日本銀行本支店の窓口で2000円紙幣への、両替を受け付け、 大倉省や日本銀行の職員に現金で給与を支給する際には2000円紙幣を含めるなど2000円紙幣の流通量を増やすための努力も始められた。D2000 円券の製造枚数は8億8000万枚となっているが、その内訳は2000年度に7億7000万枚、2003年度に1億1000万枚となっている。 しかし2004年度以降は製造されておらず、2010年には大量の2000円紙幣が日銀の金庫に保管されたままの状態になっている。2004年に他の紙幣が刷新され E 合券が発行されるのを機に普及することも期待されたが、それでも浸透するに至らなかった。流通のピークであった2004年頃には流通枚数で5000円紙幣を上回るほどであったが、 わずか3年後の2007年の2000円紙幣流通枚数は約1億5000万枚で、すでに発行されていない500円紙幣よりも少なかった。なお、2000円紙幣に、ゆかりの深い沖縄県では盛んに普及キャンペーンが行われたこと、本土復帰以前は20ドル紙幣を含む米ドル紙幣が、法定通貨であったこともあり、流通量は上昇傾向にあり、 都道府県に比較してて多く出回っている2019年4月には、2024年発行予定の1万円、5000円、1000円の新紙幣への改札が発表されたが、2000円紙幣は流通枚数が少ないとの理由で刷新の対象にならなかった。沖縄県観光振興課がさらなる流通促進に本腰を入れており、県民の一人あたりが、 複数枚を所持して日常的に使用する。県外にも持参して積極的に使用するよう呼びかけている。企業や団体に対しても2000円紙幣の利用可能な ATM の設置を推奨したり、2000円紙幣使用者への特典やサービスを行う試みを促している。2019年10月首里城火災も、相まってか、県内での流通枚数は増えている。 2000円紙幣には、首里城主礼門が印刷されているが、首里城が2019年の火災で、正殿等の多くの建物が全焼したのを受け、2020年2月、沖縄県銀行協会は、琉球銀行をはじめとした沖縄県を拠点とする6、銀行で、2000円紙幣の流通額に応じて、その0.1%を、首里城再建に充てる、寄付金制度を始めた。 2021年まで受け付けている。自動販売機などにおいては、一般的に1000円紙幣のみ、使用可能とするものが多い中、それなりに2000円紙幣が流通している。沖縄県では2000円紙幣の使用が可能となっている、使用のものが存在する。また、自動券売機においては、定額紙幣専用機種であっても、1000円紙幣と、 並び2000円紙幣にも対応している機種が存在する。コンビニエンスストアに設置されている現金自動預け払い機以外では、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄開放銀行及び、道の区銀行、横浜銀行の ATM において2000円紙幣の出金を選択することができる。また、近畿大阪銀行及び帯広信用金庫の ATM でも、 同様の機能を設定していた時期がある。ATM 以外では支店によって異なるが三菱、UFJ 銀行、三井住友銀行、水穂銀行、静岡銀行、上洋銀,銀行、筑波銀行、足利銀行、京都信用金庫などに設置されている両外機において2000円紙幣の出金を選択することができる。茨城県の指定金融機関でもある上洋銀行では、 茨城空港における、那覇空港への定期航路の運航開始を受けて、沖縄旅行での2000円紙幣の使用を進めており、沖縄県以外の本土の銀行では珍しく2000円紙幣の普及促進活動を行っている。2000円紙幣は2000年の発行開始以降、継続して発行中の現行紙幣であるため、銀行等の金融機関では2000円紙幣の在庫があれば、 窓口で出勤、両替する際に入手することができる。窓口両替では他にキラボシ銀行の一部支店において、両替可能。港銀行では支店によっては、定期的に新券を補充している。2000円紙幣5枚を出勤する ATM6 月19日、撮影、2012年8月をもって、取扱いを廃止アメリカ合衆国の20米ドル紙幣などは、 中学紙幣として、市中での流通量が特に多いことから、日本でも2000円紙幣が同様の役割を果たすことが期待された。当時世界で紙幣を発行していた国や地域のうち7割以上で2の単位の紙幣が発行されており、主要先進国においてはアメリカでは20ベドル紙幣が流通枚数の25%、イギリスでは20ポンド紙幣が34%。 フランスでは200フラン紙幣が32%、ドイツでは20マルク紙幣が17%と、いずれも最多の流通枚数を占めていた。一方で、日本では紙幣の流通枚数のほとんどを1万円紙幣と1000円紙幣が占めており、中学面の5000円紙幣の流通は非常に少ない状態であるため、市中に流通する紙幣の偏った、 検守構成を改善できる可能性があると見られていた。しかし、2000円紙幣は流通量が非常に少ない紙幣となっている。この違いは現金の流通実態に原因があると考えられる。治安が良くない国では現金は盗難や強盗で奪われてしまう恐れがあるため必要以上に持ち歩かない。さらに、高額紙幣となると偽札を警戒して 相手に受け取ってもらえないという問題も重なる。そのため100米ドル紙幣のような高額紙幣は発行量こそ多いものの、もっぱら蓄材や資金洗浄の地下経済に使われ、日常生活で使用する機会が少ない紙幣である。そこで高額紙幣に次ぐ、中学紙幣である20米ドル紙幣がよく流通しているというのが現状である。そのような国家で中学紙幣でかさばるような、 高額決済は、クレジットカードや、デビットカード、小切手を用いており、制度が発達している傾向がある。日本では2000円紙幣が普及しない理由について、数学者の西山豊は、東西における奇数と偶数の文化の違いがあるのではないかと考察している。結婚式の祝儀は1万円、3万円、5万円と、奇数になっている。2や4などの偶数は、 2で割り切れる、つまり、割れる、分かれるイコール分かれるという意味に通じるため、縁起の悪い数として避けられる。2万円にするなら1万円札1枚と5 0 0 0円札2枚の合計3枚にする。このような文化は欧米にない。欧米では20ドル紙幣、20ポンド紙幣、20ユーロ、紙幣などが普及しているが、50ドル紙幣、50ポンド紙幣、50ユーロ。 紙幣などは普及していない。奇数は、オッドソックスオッドハンドとして嫌われる。中華民国にも2000元紙幣200元紙幣20元効果があるが、あまり流通していない。これに対して、中華人民共和国の20元札、ベトナムの2000ドン札、2万ドン札、20万ドン札、フィリピンの20ペソ札、タイの20バーツ札は、 広く一般的に流通している。なお、沖縄県では例外的に2000円紙幣が広く使用されている。2020年7月時点で2000円紙幣の流通量は全国で約9700万枚だが沖縄県では約700万枚で回っており増加傾向にある。理由として沖縄県庁と経済界が一丸となって2000円紙幣の 流通促進を行ったほか、アメリカによる沖縄統治時代にアメリカ合衆国の20米ドル紙幣を使い慣れていた歴史があるとの仮説もある。発行開始当初は一部の自動販売機メーカーなどが当分の間自動販売機の2000円紙幣対応を行わないことを明言するなど、発行開始当初の紙幣取扱機器の対応状況は十分と言えるものではなかった。 金融機関の現金自動預け払い機や自動販売機での利用環境が整わず使用できなかったことや一般商店のレジにも2000円紙幣を収納する場所が存在せず釣り線として払い出されなかったことなどが2000円紙幣の普及を阻害する要因となったとされる鉄道駅や飲食店の券売機など支払い額が比較的高額になる 自販機では使用できる場合が多いが、飲料等の自販機においては、機械自体は2000円紙幣に対応しているものの、ベンダー側で受け付けないように設定していることが多くもっぱら使用できない。一方で、ローソン ATM や E ネットでは、ATM の小型化によって、紙幣の収納スペースが少ないことと、2000円紙幣は1000円紙幣の2倍の、 金額を格納でき紙幣切れが起こりにくいなどの理由から2000円紙幣を格納し優先的に出勤していた。しかし沖縄県以外では2019年現在2000円紙幣を出勤しない最新型の ATM にほぼすべて取り替えられており2000円紙幣を出勤する旧型の ATM はほぼ消滅している。日本国外ではそもそも日本以上に 取扱量が少なく認知されていないため、日経の金融機関以外では、基本的に両替は断られ、最悪の場合に施殺と判断される。鉄道の券売機の場合、入金はできても出金できないものが年々、増加してきている。例えば都営地下鉄の2カ国語対応の券売機は2000円の、釣り線排出も可能だが、8カ国語対応の新券売機は入金は可能だが、 出勤が不可となっているもので、順次このタイプの券売機に置き換えられている。また、商店の自動釣り線払い出し機能のあるレジでも2000円紙幣に対応している機種と対応していない機種があるため、対応していない場合は、店側で一旦1000円紙幣2枚に交換する、あるいはデータ上で2000円入金したことにするなどの対応がなされたり、最悪の場合受け取り拒否される場合もある。 通貨として有効であり、日本銀行からの発行も行われているものの、前述の通り2000年度と2003年度に製造された限りで、これ以降は新規製造が行われていない。A10 円券、A5 円券、A10 千券及び A5 千券。この他、D1 万円券は展示の U を申した。丸印が横に2つ、D5 千円券は展示のいを申した。 丸印が縦に二つ、D1000 円券は、点字の青の下、丸印が一つ、E1 万円券は、左下隅 L 字、右下隅約 L 字、E5000 円券は、八角形、E1000 円券は、横棒の、識別マークである。第164回国会行政改革に関する、特別委員会4月10日にて、足富治の、あくまでも、記念紙幣ではなく、 一般紙幣ですから、広く流通させなければならないとする指摘に対して、谷垣定一財務大臣はこれを肯定する答弁をしている。第169回国会予算委員会第1、分科会2月27日にて、岸田文雄内閣府特命担当大臣が、私も財布に2000円札を入れております。これは、一般札でありますので、と答弁している。 1999年12月7日衆議院予算委員会における宮沢喜一大倉大臣答弁による。さらに返還後も、米軍人が多く駐留しなおも米ドルが使用可能な焦点が多い。当時は2000円紙幣で支払いを受けると、レジの金庫の小銭入れの下にある1万円紙幣の収納場所に収納してしまうケースが一般的であったため、 支払いで使用された2000円紙幣は、釣り線として、市中で流通せず、金融機関に還流してしまう状態であった。ただし、現在も有効券となっている紙幣を含めた場合は、この限りではない。ありがとうございます。